はい、どうも、キリハです。今回は、キボトス降臨大祭のチャレンジステージ0204のパズルをやっていこうと思います。それぞれ星3クリアと、ミッションの方に何秒以内クリアというものがありますので、それぞれ説明をしていきます。それでは、早速やっていきましょう。はい、まず、チャレンジ02の解説です。ここは、星3クリアと、実績で320秒クリアをしなければいけません。それぞれ2回に分けてクリアをします。まずは星3クリアから。まず上に爆発の部隊を配置。下に貫通の部隊を置きます。爆発の部隊を右に持ってきまして、そのままワープさせます。次に貫通の部隊を右に。次に爆発の部隊を右上に持ってきます。そして貫通の部隊と入れ替えをして、このまま右に持ってきます。そして先に貫通の部隊を右上に持ってきます。そうしますと爆発の部隊がワープをしまして、次に左に持ってきます。そのまま左に持ってきます。爆発の部隊を左下に。そして貫通の部隊を左上に持ってきて、星3クリアは完了となります。お疲れ様でした。はい、次に320秒以内クリアをやっていきます。同じく上に爆発の部隊、下に貫通の部隊を置きます。爆発の部隊を右に持ってきまして、今回はワープをさせないを選びます。貫通の部隊を右に。爆発の部隊をクリックして、このままワープをさせます。右上に持ってきて戦闘を行います。貫通の部隊と入れ替えをしまして、このまま右に持ってきます。次のターンで貫通の部隊を右上に持ってきます。このままターン終了。そして次のターンで貫通の部隊を左上に持ってきますと、上の2つの部隊が襲いかかってきて終了となります。これで4戦で終わりますので、計80秒以内に全ての戦闘を終わらせることができれば、320秒以内でクリアすることが可能です。お疲れ様でした。はい、それではチャレンジ04のパズルに行こうと思います。こちらも星3クリアをする必要と240秒以内クリアという実績クリアミッションがあります。それぞれ説明していきます。まず星3クリアから、左下に貫通の部隊、右下に貫通の部隊、上に爆発の部隊を置きます。ボス戦が貫通になるわけなんですけども、どちらがボス戦用でも構いません。私は左側をボス戦用にしてます。まず爆発の部隊を上に持ってきます。ワープをさせずに置いておきます。この貫通の部隊を右下に。こちらの貫通の部隊を左上に持ってきて、ワープをさせずに置いておきます。
はい、それでは、こちらの貫通の舞台を右に持ってきます。そしてこちらの貫通の舞台をそのままタップしてワープをさせまして、そのまま左上に持ってきます。爆発の舞台と入れ替えをしまして、爆発の舞台を左上に持ってきます。次に爆発の舞台を左に、こちらの貫通の舞台をタップしてワープをさせます。そのまま下の舞台と戦わせます。その後貫通の舞台と入れ替えをしまして、そのまま右に持ってきます。そうしましたら、爆発の舞台を左下に持ってきますと、はい、ここにいた貫通の舞台がここまでワープします。こちらの貫通の舞台を左上に持ってきまして、ワープをさせないを選びます。そしてこちらの貫通の舞台を右上に持ってきて、このままワープをさせます。最後のターンで爆発の舞台を下に持ってきまして、こちらの貫通の舞台をタップしてワープさせます。で、私は上のイオリの舞台をボス戦の舞台にしてましたので、こちらの星野の舞台から先に動かしまして、こう動かします。そして入れ替えをしまして、このままボス戦に行って終わりになります。ボス戦に行く貫通の舞台が逆だったら逆の動きをしてください。これで星3クリア完了となります。はい、次に240秒以内クリアを目指していきます。3戦以内に抑えることができれば1戦につき80秒でクリア可能となります。こちらの右上に爆発の舞台、こちらの左側にボス戦を行う貫通の舞台を置きます。まず爆発の舞台を左に、ワープはさせません。貫通の舞台を左上に持ってきまして、このままワープをさせます。爆発の舞台を左上に、フェーズを終了します。このまま爆発の舞台だけを動かしていきます。はい、ここまで到達しましたら貫通の舞台を動かしてボス戦をするだけになります。爆発の舞台でもう2戦しておりますので、このボス戦で3戦目になります。これでクリア完了となります。お疲れ様でした。はい、ということでチャレンジ02と04のパズルの解説でした。3舞台のところは本当に面白いですね。この前ライブ配信でね、パズル好きですかって話をしたんですけど、あんまり好きな方いらっしゃらなかったんですけど、私は大好きです。新しい任務20も出ておりますので、そちらのパズルの解説もやっていきたいですね。それでは、今回はこの辺で。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。